ハンマークの本家のハンマー岩尾先生です。人間の説明ですね。人間はですね、知恵とか知識というのはですね、仲間同士テレパシーで考えないと、話したり聞いたりすることができないわけですけども、個人で聞いても700年後に分かるかというようなことで全部行動いたします。で、社会で60ぐらいですかね、とか6、まで働くまでは団体で仕事を、頭を使って仕事をするんですけれども、定年になって、外されます、団体からね。通常ある程度ブロック、老人ホームとか施設なんかのつながりだけでですね、仲間で、組んで仕事をするということを、外されます。というのはもう年取って団体で協力して動かして仕事しても役に立たないというのは、全部とは言わないけれども、団体生活でね、仲間同士テレパシーでね、協力し合って頭を働かしたということを、若い時とか働き盛りの時にふんだんに使用しているわけですよね。で、まあ私は上の生物なんで、単独なんで協力しませんけれども、それで頭上い、あの上越してますからね。で、年取ると外されます、ある程度ね、全部じゃないですけどね。団体で組んで協力しても役に立たなくなってるということでなんですよね。60過ぎと役に立たないと、協力し合って、じゃあその分協力し合うのは仲間っていうのが不合理になるということで、年取ると一般的には外されるんですね。で、代表で年取って定年になって動くのは、また団体でじゃないと頭使って話せないですけども、そういう特別な時ですね、大事な時だけ呼び起こして、団体の頭を使って一人で話したり聞いたりすることができるわけです。ただ700年後には分かるとかいうことなんですけどね。で、まず年取ると全員世界中そうですね、ということにちょっと注意してください。ですから特別な人以外は、年取るとね、団体の頭が働かすことが許されませんので、無数にいますけれども、定年でね、年金生活のいるけども、全員一向社会から外されますね。で、仕事はできる人はまた、一部はまた仕事やっておりますけれども、共同で頭を働かすというのは、その老人、定年後のそういったルートの団体だけになります。だから、全くね、世界中そうですね、仕事からほとんど外されますからね。で、人間というのはとにかくテレパシーでしか義務教育も卒業できないっていうわけです。私と違ってね、上の生物と違って、全員それで、働いて、で定年になったわけですね。で、年金をもらうということで、社会っていうのはそうなってますね。で、私の場合は上の生物なんで単独で動くんで、人間たちの協力しないで行った方が能力アップするし、仕事ははかどるわけなんですけどね。人間が手助けすると損するわけですね。問題とかバグがあるんで、技術が非常に低いということでね。ちょっと関係ないけどね、3D プリンターのプラスチックでもあれ、
ね、納期具結構作れますね。で、簡単なエンジンも作れるし、プラスチックエンジンとかね、結構素晴らしいですね。サンディペンはちょっとね、注文して買ってみましたけどね、結構いろんなもの作れますね。なんだっけ、田植え機じゃなくて、コンバインか。小型のコンバイン作れますね。プラスチックで。で、エンジンもエンジンプラスチックでね、作って。で、フリーエネルギー使えますから、私なんかはね。アルミ電気分解式のね、水で爆発させてね、エンジンを回して、それで発電機を回すというね、システムで、フリーエネルギーですね、もう発明されてるんで、で、いずれかね、話飛びますけども、家庭の電力も全部フリーエネルギーにしちゃおうと思います、私はね。だから電気代は全然かかんないですね。ただエアコンなんかの取り付けは市販で買って自分でつけるというのはちょっと怖いですね。圧力のね、コントロールというか調整というか施設、また取り外しではね、だいぶ爆発事故は起きてますのでね、非常にこのちょっと難しいなって。ことはちょっと気がついておりましたけどね。またこう豪邸建てるときは、まあ全部やってもらおうと思いますけども、私の方でね、投資でね、稼げるような見通しがちょっとついてきたので、ギリギリですね。で、まあちょっと今回はね、老人